しかしどうやって獣の巨人を仕留めればいい。とりあえず知性能を全部片付ける。行くぞ。了解。ボール一個分高かったか。目指すはパーフェクトゲームだ。お前ら！急げ！射線の死角を移動しろ！団長！状況は最悪だ。壁の向こう側には逃げられそうにないのか。ああ。仮に兵士が壁を越えて投石を逃れても、馬は置いていくしかない。兵士が前方の一箇所に集まるように小型の巨人を操作していたのだろう。つまり内門側の残存兵力は。おい、どうすんだ。じゃあこのままじゃ。分かってるよ。分かってるっての。だから今は何でも試すしかねえ。アルミンは少し離れたところで奴を観察しろ。もうベソかくんじゃねえぞ。見下ろしてんじゃねえよ。押してる。行け、倒しまえ。あれ、エレンが動かない。死んじゃいねえよ。目の前の怪物に集中しろ。逆転の策でもない限り、この奪還作戦も俺たちの命も。攻撃を仕掛けるぞ。味方が打ち込め。了解。見えすぎた誘導だろう。だが雷槍を食らえば。息吸ったら喉が焼けたぞ。何か反撃の糸口は。敵の手数が何も残されてねえって言うんなら敗走の準備をするぞ。おい、馬が逃げたぞ。お前らの担当だろう。それに乗って帰る奴は誰もいねえって。人類がただ壁の中にいるだけじゃ。でもまさかそうやって死んでいくことが思っちまったんだろう。それをおとりにしてお前らを乗せたエレンが駆け抜ける。無理だ。近づくことすらできない。だろうな。大敗北だ。正直言ってあるのか。ここにいる新兵と私の命を捧げればな。それならば玉砕覚悟で正気にかける戦法もやむなしなのだが、私が先頭を走らなければ誰も続く者はいないだろう。は？俺が今までやってこれたのもいつかこんな日が来ると思ってたからだ。何度も死んだ方がマシだと思った。すぐそこにあるんだ。私は俺らを見ている。捧げた心臓がどうなったか知りたいんだ。夢を諦めて死んでくれ。新兵たちを地獄に導け。突撃！特攻か。これより最終作戦を告げる。あの巨人に仕掛ける。当然目標にとっては格好の的だ。我々がおとりになる間にリヴァイ兵士長が獣の巨人を討ち取る。巨人を伝って忍び寄り。すまない。今から死ぬんですか？そうだ。どうせ死ぬなら
どうやって死のうと、命令に背いて死のうと、全くもって無意味だ。どんなに夢や希望を持っていても人はいずれ死ぬ。ならば人生には意味が。いや違う、あの兵士たちに意味を与えるのは我々だ。我々はここで死に、次の聖者に意味を託す。兵士を叫ぶ、兵士を戦え。奪われたのは悲劇だ。だから何度も過ちを繰り返す。どうせ誇り高き死がどうとか言い出すぞ。ふざけやがって。何やってんだ俺。何マジになってんだよ。手上げようぜ。2発目来るぞ。撃て。これが死か。いいな。わかるか、投げ方を変えたんだよ。これ何だ。俺の巨人が倒れて。こいつがリヴァイか。ウナジメをやられたのか。そうだったよな。まだ殺せない。誰か生きてる奴はいねえのか。そいつにこいつを食わせて獣の巨人の力を奪う。危なかったな。我々の勝ちだ。待てよ。誓った。俺生きてるのか。誰か。俺たちにあれをどうしろってんだよ。出てる。超大型巨人が少しを。熱風を使った攻撃も、あれは多分骨格以外の全て。作戦がある。みんなでライナーを引きつけてくれ。ベルトルトは分かった。ライナーは私たちに任せて。力が湧いてくるんだ。僕はなぜか外の世界のことを考えると。エレン起きろ。作戦は以上だ。あとは全てを実行に移し。いいか、ベルトルトはアルミンとエレンで何とかすると信じろ。了解。この筋がない。ミカサ、ライナーの注意を引けないのなら今ここで息の根を止めるしかない。やるしかありません。だって戦わないと勝てませんから。あれから記憶が飛んでいる。何があったんだ。状況がわからない。力もあまり。向こうに行った4人はライナーの相手でも、こんな試練にももう慣れたよアルミン。自分で考えた作戦だけど、成功は僕が。エレン、悪いけど僕は海を見るまでは死ねない。いや違うぞ。だから何があっても僕の作戦守ってくれよ。くそ。やっぱり勝負はもうついてたんだ。よく戦ったよ。
私たちはライナーをやる。三本の雷槍でライナーを仕留める方法がある。切り上がれ。コニーとサシャは雷槍を二本使って。サシャ、じゃあミカサは残りの一本でライナーの口の中からうなじを狙え。なぜだ、アルミンを吹き飛ばせない。やっぱり骨は消費しないんだけど。アルミン、それが君の最後か。これ以上はもう、いや、まだだ。耐えろ、まだ話すな。毒が捨てられるものなんてこれしかないんだ。見てくれる。今だ、イカサ。終わった。これは硬質か。陽動作戦、思い込ませるため、僕の隙を作るため。クソ、分かってたはずなのに。分かってた、お前が誰よりも